ジョンストンマーフィーウィングチップシューズブローグシューズは革靴の一種。16世紀から17世紀にアイルランドやスコットランドの高地で履かれていた源の川の頑丈な労働靴であったが19世紀末に狩猟用やスポーツシューズとして流行し始める。現代のブローグシューズの代表的な形とされるウィングチップスタイルはフォーマルスタイルとしても履くことができる。ブローグスは 紐付き単靴でパーフォレーションやピンキングを特徴とし、もともとはアウトドアシューズであった。言語はゲール語の BR、グラム、BR、グラムに由来し、脚部を覆うものという意味である。アメリカの代表的靴メーカーであるフローシャイムの1930年代のカタログには、ウィングチップスタイルはブリティッシュスタイルと書かれており、20世紀に アメリカや日本で普及していったことがわかる。16世紀のスコットランドやアイルランドでは、穴は表側を貫通しており、水たまりでの作業で足が群れないための衣装であった。19世紀のビクトリア時代、オックスフォード大学の学生たちに図れ、広まっていった。1910年代には、現在のような厚みと丸みのスタイルとなり、1930年代に、 ウィンザー公がフルブローグシューズをゴルフで用いたことで公的な場面でも用いることのできる靴として認知されていった。ありがとうございます。